ういうバスケットが使用するバスケットっていうのをしっかりやっぱもっとみんなで話し合って築き上げていくことが大事だと思いますし、その経験というところもあるんですけど、本当にやっぱりコミュニケーションを取ってあのチームが、同じ方向を向いているというか、本当に今のチームで勝てるポテンシャルあると思うので、ここからの負けっていうのは本当に順位っていうところが本当に大事になってくるので、落とせないなっていう、もう後がないというか、そういう気持ちで臨むので、バスケットが戻ってきました。三河にとってはホーム開幕戦です。ここにユートフが来ると360度どこにでもパスできるんですよね。なるほど。今度はユートフがスリーポイントラインで外に行って、西田からバウンズバース、クリンズバースからユートフ、もう素晴らしい。そして決めた。まあ、本当にディフェンスからリバウンドから、昨日は本当にリバウンドだけ負けていたっていうゲームだったので、本当に全員でリバウンド、大きい選手も小さい選手も入ってしっかり粘って勝つことができたので、良かったなと思います。ゴールした。テニスから3人進んでいる、3人進んでいる。リバウンド。そうですね、やっぱインサイドのところがとても強いチームだったので、そこを一生懸命全員でカバーし合って、最後は自分たちがリバウンドしっかり取っていいゲームができたと思います。ホームゲーム100勝目っていうところもあったので、昨日負けているし、まあ、今日はしっかり勝って100勝を勝ち取ろうっていう自分の中で決めてたので、やっぱ最後クロージングのところでしっかり強くプレーしようっていうことを常に言っています。練習してないと不安になっちゃうので、性格的に自分より練習してる人がもうたくさんいる中で、休んでる時間誰かやってんじゃないのかなと思うと、こうなんかオフをこうなんかこうオフにできないというか、まあシーズン通してずっと調子いい選手ってまああんまりいないと思うので、まあ僕まだ2年目なので、こうまあ柏木先輩だったり後輩だったりの刺激を受けたりとかで、こうなんていうんですかね、いい時期も悪い時期もこうしっかり経験して、大事なこの最後シーズンの終盤に、まあ、こういうふうに調子を持ってこれつつあるっていうのは、去年大阪で出れなかったりとかしたのがこう経験が今生きてるのかなと思います。バイバイ、お疲れ様です。
ごい負け込んでる時期でこうあんまりネガティブじゃないって思ったと思うんですけど、それが今生きてて、シーズン前半での学びが生きてるなって思うので、僕が今こうチームがこうグッとまとまっていってる要因かなとは思います。代表行く前からコーチに準備しとけよと言われてたんで、那覇、関空、関空からハイヤーで新大阪行って、新大阪から名古屋新幹線、名古屋からホテルまでタクシー、7時間かけて。じゃあ俺、昔外人にめちゃくちゃスポーツ用って言われる。今日は、まあ、JO と初めてプレーしたので、まあ、難しい部分もあったんですけど、彼が生きたところもあったんですけど、まだまだ多分あのチームとしてもっと生きる使い方ができると思うので、まだまだ連携はこれから良くなっていくかなと思いますし、で、まあ、新たなバスケットを、まあ、シオスが取り組んでいる状態の中で、まあ、若手だったりとか、まあ、メンバーの入れ替えが結構激しかったので、普段からのコミュニケーションだったりとか、ここはチーム力の出しどころだと思っているので、やっぱ前半はやっぱり自分自身も足も重かったですし、自分のところでやれた部分もあったので、本当に出なしのところは申し訳ないなというふうに、まあ、スタメンに出させてもらっている以上、やっぱり明日は本当に体のこととか言い訳はできない状況なので、やっぱそういう意味でも、もう出だしから 100% 明日は絶対勝ちたいと思うので、
まあ、まず広島さんが1個うちの上にいるので、これからプレーオフ目指すっていう中でも負けられない試合だったので、やっぱり昨日負けてしまったのがすごい痛いんですけど、今日は本当にそういうのも絶対負けられない試合だったので。ただしかしここはローレンスまだ投げていく、この位置から時間がない中決めた、すごく2勝したかったです。ここからさらにもう1ステップできればなって思うところで、まあ、相手に点を許したりリバウンド取られたりってのがあったので、でもそういうところを本当になくしていかないと、これからは CS にも残れないし、ワイルドカードのあれにも絡めないと思うので。勝ちが非常に高くなると思いますね。ガードが空いた、ここはしかし名誉がいる、ガードです、ターンオーバー、ニック名誉ファールをもらいました。まあ、残り 5.3 秒というところです。さあ誰に託すか、三河空いた、じゃあエッチェリケ、こうチームとして、まあ、どういうバスケをしたいのか、オフェンスでチーム内でのルールというか、もうちょっとここをこうした方がいいとか、そのどうするべきかだったり、ディフェンスでもこう昨日すごいやられたことがたくさんあったので、まあ、全員が同じ方向を向けるようにコミュニケーションを図ったって感じですね。Today's game was a great game. Came out here, played hard as a team, was aggressive on defense and aggressive on offense. So it was a great team win. I think I played good, but I think we just played an overall, all around good team game. That's what we said in the locker room yesterday. We got to come out and have a better, play together as a team better. So I think we've got a better team game. よっしゃ、よっしゃ。それこそやっぱり新しい選手も入ったり、僕と雄大が1ヶ月練習できてなかったので、そういう意味でその、コミュニケーションが大事だったので、チームとしてこう、まあ、改めてもう一回ここからスタートなので、そういうことをまあ話したって感じですね。もうヘッドコーチがもうそういう指示でもう全員でリバウンド入って、まあ、取れなくても弾いてもう一回相手にオフェンスさせて守って勝つっていう。
ベンチスタートになってオフェンス一気にリズムつかむっていうのは難しいところが多少あるので、まあ、そこをしっかり足を動かしていいシュートを打ってそこからオフェンスのリズムにつなげていくっていうのはこう少し意識が変わったところかなと思います。アメリカにいるときにスタメンに出たり出なかったりっていうのがあった時期にコーチに最初にコートに立ってるのと最後にコートに立ってるのどっちが価値があると思うって言われて、最後大事な場面勝ち負けが決まる場面でコートに立ってる5人の方が価値があるだろうって言われて、もちろんスタメンに出るっていうことに多少のこだわりはありますけど、やっぱりこうやって最後までコート立って勝ち負けが決まる瞬間にしっかり仕事をしてコートに立ってるっていうのは本当に大切、そっちの方が大切なことだなと思うので、今日の試合振り返ってみて特に良かったなという点はどんなあたりですかね。いやもう寮母さんの5連続ぐらいの得点じゃないかな。大丈夫です。あとでちゃんとお呼びしますから。あの連敗続いたりした時期があったんですけど、今こうやってちゃんとこう怪我人も戻ってきつつあって、いい雰囲気で本当に試合ができて2連勝できて本当に良かったなと思ってます。やんないことやってんじゃん。あれ？いつもの違うことやってんじゃん。ほら。どうした？どうした？どうした？いつも。亀らしいよ。いいね、お前そんなの準備してやろ今日。いつもやってんじゃないですか。試合落とせない試合が続く中でプレッシャーもすごく感じますし、まあ、体の疲労というよりメンタルの疲労というか、勝ち続けないと本当にきついかなというふうに思います。アウトオブバウンズで島根ボールで 5.3 秒3なら逆転。
5.3 秒、4秒、2秒になった。ビフォード打ってくる、ブロック決めた。気が止まりました。死闘になりました。そうですね、逆転ゲーム、島根佐野マジック、これで8連勝。いやー、マジで悔しいです。もうやばいです、負けられない。まだこう自分のチームで日本一っていうのを一回も取ったことがなくて、60試合通してこう日本一まで持っていくっていう経験が僕はもうできてない。本当に今のチームで勝てるポテンシャルあると思うので、この全員で日本一をしっかり取るっていう。北戦、まあ、古巣っていうところで、僕自身ずっとお互いこうワイルドカードでチャンピオンシップを争ってる中で一番大事な、ゲームになるとは思ってるんで、まあ、そこでこう秋田に行って戦えるっていうところは僕自身すごく幸せだと思いますし、選手として負けられない状況が続きますし、まあ、何が何でもこのチームでチャンピオンシップに行きたいと心から強く願っているので、1試合ずつ大切に勝つ準備をして、はい、頑張りたいと思います。